はようございます。帰り道で昨日本当は帰ってあの中村屋に行こうと思ったんですけど、なんか途中ですごい眠くなっちゃって行けなくて、なんかあの透明しかもなんかあの間違って新透明じゃなくて透明で帰ってきた日本坂パーキングエリアで、なんかあの間違って新透明じゃなくて透明で乗っちゃって、あのなんかすごい悲しい気持ちであの帰ってたところ、あの、まあ、中村屋に行けばいいんじゃないかと思ってですね、あのまあさっさと帰ろうと思ったんですけど、なんか途中で眠くなっちゃって、あの前の日なんかほとんど寝てなくて、なんか眠くなっちゃって夜多分10時とか11時ぐらいにここに着いて寝ました。でもなんか朝4時ぐらいに起きたんですけど、なんかいい感じ、空綺麗だったし、なんかすっきりしていいですね。日曜日だし、日曜土曜か、多分あんま道も混んでないんで、この時間ゆっくり帰ろうと思います。トイレ行ってね。なんかやっぱ新透明でいつも帰ってるんですけど、帰ってるは行くも新透明使うんですけど、なんか透明の方がなんかすっきりして、すっきりというか走ってて楽しいですね。なんか新透明もいいですけど、違う、新透明の方がただ移動するとかは新透明の方がいいんですけど、なんか透明の方がまあちょっと昼間だとね、あの景色もいいですし、あのなんか割と透明もいいなってなんか感じです。じゃあまあゆっくりのんびり帰れます。